一日一札幌フリッパー5月号を読む。札幌市内10区 84.7 万部を発行しますフリーペーパーのフリッパー5月号でございます。5月号はですね、見る、遊ぶ、食べるってなまっちゃったね。見る、遊ぶ、食べる、ゴールデンウィーク特集でございます。まあ、ということで、ゴールデンウィークのですね、いろんなスポットが載っております。小樽市のですね、かんぽの宿、千歳市のあぶかの森レストラン、札幌市のスノーベリーファーム、それから、ルッツリゾートがオープンだよとか、静内桜祭り、桜の季節ですね、増毛のエビ地酒祭り2016とか、あと動物園とかですね、定山渓の鯉のぼりなんかも載っておりますが、私が一つ気になった話題としてはこちらでございますね。じゃじゃんと、子供の育ち場という特集なんですけども、こちら、みんなで楽しく体操を踊ろう、豊平区児童会館子育てサロン公式キャラクタートヨヒーローということで、まあ、大体こういったヒーローっていうのはゴレンジャー系でいろんな色がつくヒーローになるわけですけども、このトヨヒーローはですね、豊平区の児童会館で実施した、イベントの中でですね、児童会館の子育てサロンをもっと多くの人に知ってもらうための親子体操を作ろうと考えてできたのがこのトヨヒーローだそうです。トヨレッド、トヨイエロー、トヨグリーン、トヨピンク、トヨブルー、まあいいんですけども、敵がですね、こいつでございまして、悪のヒーロー、ジンギスカーンと。ジンギスカンを敵にしちゃっていいのかというところは軽く突っ込みたいなと思うんですけども、こちらのこのキャラクターで、まあ体操ですね、このトヨヒーロー体操ですかね、やってですね、子育てサロン、児童会館などのイベントで盛り上がっているということで、でまあこれキャラクター5人なんですけども、体操やってるお姉さんって4名しか出てないんですよね。これじゃあ1人はレンタルしてるんですかね、どうなのかなとか、あとジンギスカンは誰なんだろうとかね、思ったりしますが、こういったものも載っております。というわけで、フリッパー、5月号、札幌市内配布のほかですね、スーパーなどでもですね、置いております。ゴールデンウィークの特集が載っております。